このスバ。どうしたものか。お、スコールじゃないか。どうしたんだよ、深刻な顔して。悩み事かしら。だったらこの女神アクアの前で懺悔してもいいわよ。お前な、さすがにもう少し言い方があるだろう。いや、気持ちだけでもありがたいものだ。懺悔とは少し違うのだが、話を聞いてもらえるだろうか。何でも話してみてちょうだい。実はメルのことで悩んでいてな。なんだ、またいたずらでもされたのか。それがいたずらはここ最近鳴りを潜めているのだ。どうやら同じくらい熱中できるものに出会ったらしくてな。あのメルがいたずら並みに熱中できるなんてよっぽどだよな。何にハマってるんだ。それは、おっと、噂をすれば戻ってきたようだな。スコール、お待たせしました。今日も大量ですわ。またそんなに買ったのか。菓子はほどほどにしなければ体に良くないと言っているだろう。もしかしてハマってるのってお菓子か。しかしとんでもない量だな。向こうでラムネというお菓子が売ってましたの。買ってくださいまし、スコール。なぜ私が。先日渡した小遣いがあるだろう。まさかもう使い果たしたのか。ええ、すべてお菓子代に消えましたわ。ということでお小遣いもくださいな。まったく、二人もメルに何か言ってやってくれないか。別にいいんじゃないかしら。アクシズ教にこんな教えがあるわ。何時我慢することなかれ。飲みたい気分の時に飲み、食べたい気分の時に食べるがいい。さすがはアクア、話がわかりますわね。やめとけメル、ダメ神の教えなんて信じたら破滅する一方だ。あ、今しれっとダメ神って言った。社会ってのは厳しいもんだ。お前はもう一度金を稼ぐことの大変さを経験した方がいい。ねえ、ダメ神って言ったの撤回してほしいんですけど。というわけだ、金を稼ぐ苦労を知るためにこれからクエストに行くぞ。今から帰ってお菓子を食べようと思ってましたのに。そう言うなメル、金の大切さを学ぶいい機会だ。行ってくるといい。ちょっと、みんなして私を無視しないでよ。ダメ神じゃないから。カズマ、目的地はまだですの。さすがに疲れましたわ。確かに遠いしかったるいな。でもみんなかったるいことやって金を稼いでるんだよ。仕事するにしてもクエストに出かけるにしても同じだ。俺だってどうせなら家でずっとゴロゴロしてたいしな。私だって家で過ごしたかったんですけど、どうして一緒に連れてこられなきゃならないのよ。お前はこれをきっかけに初心を思い出せ。あの貧乏だった日々を忘れないためにもな。いやよ、もうあの頃には戻りたくないわ。私頑張るから、馬小屋はもう勘弁して。そうだろ、俺だって馬小屋は嫌だ。だからこうやってクエストをこなすんだよ。ん？お二人ともそんなところに住んでましたの？そうよ、カズマったら馬小屋だろうが夜中にモゾモゾして。ストップ！それ以上はプライバシーの侵害だぞ。カズマ、アクア、そのモゾモゾって何ですの？わかりやすく説明してくださいまし。あーっと、ゴーレムのお出ましだ。ホラメール、さっさと倒して帰るぞ。このスバ。セイクリッドクリエイトウォーター。
とどめを頼め。わかりました。稲妻。なんとかなりましたわね。まったく苦労させられましたわ。お疲れさん。これで討伐完了だな。町に戻ってギルドに報告してようやく報酬がもらえる。金を稼ぐってのは大変なんだぞ。そういえばそうでしたわね。あれ？ではスコールのくれるお小遣いも元は。そういうことだ。スコールに感謝しろよ。ねえ二人とも、そういう話は帰ってからにしましょう。私もうクタクタなんですけど。そうだな。とりあえずギルドに戻って報告と報酬受け取りだ。ギルドのお姉さんに討伐報酬もらってきたぞ。ほらよ、二人の取り分だ。やったー、これだけあれば今日のシュワシュワ代くらい楽勝ね。大変でしたが、とてもいい経験になりましたわ。稼いだお金で飲むシュワシュワはまた格別なのよ。ということで、おかわりください。もう飲んでやがる。けどその通りだしな、きっとお菓子も美味しく感じるはずだ。それは楽しみですわ。カズマ、アクア、今日は本当にありがとうございました。私、お金をもっと大事にしようと思いますわ。その調子その調子。よし、今日は俺のおごりだ。好きなもん頼んでいいぞ。はい、店員さん、注文お願いしますわ。このスバ。二人とも、メルが世話になったようだな。何から何まで、本当にすまない。気にすんなって。困った時はお互い様だろ。その後はどうなんだ？小遣いをねだることもなくなったんじゃないか？うん、それは確かにそうなのだが。なんだよ、まだ何か問題があるのか？カズマ！アクア！探しましたわ！お、ちょうどいいところに。てぇー！お前、その山のようなお菓子は？カズマたちに言われた通りでした。自分で稼いだお金で買うお菓子は本当に美味しいですわ。いやいやいや、お金を大事にしろとも言ったはずだろう。もちろん覚えてますわよ。ですからいつもより慎重に美味しいお菓子を選びましたの。でもそろそろこの前の報酬も底をつきそうでして。ということで、またクエストに連れて行ってくださいまし。完全に振り出しに戻ってるじゃねえか。スコールが悩んでる理由がよくわかったわ。無駄遣いするなと叱ればいいのか、自分で稼ぐ気になっただけ偉いと褒めればいいのか、悩ましいところだ。さあ、まずはギルドに参りましょう。大物をたくさんやっつけて、美味しいお菓子をたんまり買いますわよ。このスーパー、たくさんクエストに挑戦すれば、お友達もお金も増えますわ。私の冒険者物語はまだ始まったばかりです。モンスターの討伐くらいなら楽勝。参りますわよ。いただいた報酬はいたずらグッズとお菓子に使おうと思いますの。クエスト中はいたずらはしませんわ。本当ですのよ。お金を稼ぐのはなかなかに骨が折れるのですね。スカールには感謝しませんと。カズマたちにも貧乏な時代があったなんて信じられませんわ。中身を入れ替えるいたずらはしておりません。安心して交換してくださいまし。いたずらに使えそうなものはありまして。報酬をもらったらみんなで打ち上げに参ります。